者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。今日は文化の日の振り替え休日ということで、まあ人によってはこれ3連休土曜日からでねなってるかもしれませんが、毎回のようですが僕は2連休ですね。そんなことアピールしなくてももういいよって思うかもしれませんが、毎回思うんですよ、やっぱりみんな3連休でいいなって。まあそれはそれとして、文化の日ってことなんですが、いろいろだと思うんですね、捉え方。言ってみれば、言葉一つ取ったってこれは文化の一つだと思うしね、そういった服装とかそういうのだってね、こう時代、例えばこう昔のね、明治だったり江戸だったりとか、そういう流れで見ていけば、人の生活習慣、そういったものも文化の中にとらわれてくるなってくるんじゃないかなと思うんです。そういった中で、まあ歯磨きの歴史っていうのも意外とね古かったりはするんですけれど、でも、日本人のその歯周病になってる率っていうのの高さっていうのはちょっといただけないかなっていう部分。どうしたってやっぱり口の中っていうのは、そもそもが常在菌っていうばい菌を飼ってる状態、そこに食事っていうことで食べ物を食べるってなると、食べかすっていう餌を与える、これ食べかすっていう餌を与えればばい菌は動き始めますからね。でもそんなことお構いなしっていう感じの人も いっぱい多いと思います。でもやっぱり歯磨きっていうのを、それをすることで、しっかりとねばい菌の動きを抑えて健康な口元っていうのをこう維持するっていうのはやっぱりわかるんじゃないかなとは思います。で、僕なんかはやっぱり毎食後歯を磨くような方なんですが、食べた後やっぱりこう30分ぐらい目処に歯を磨いたりするんですが、そうするとばい菌がやっぱり動き出す前に歯を磨く活動を変えれるっていう形にもなりますし、まあ食後のお皿を洗うのをイメージしてもらうと分かりやすいかなと思うんですけど、早い段階で洗うのと、時間が経ってカピカピになった感じになってから洗うので、同じ労力で綺麗になりますかって話ですよね。やっぱり早い段階の方がテレビのねこう洗剤の CM 割りにキュッキュッて綺麗になりやすいけれど、時間が経ったらそうはならないですよね。で、口の中唾液っていう水分は確かにありますが、まあ例えば同じ水分でも洗剤にこう浸したようなねお皿をつけてるのと違って、口の中の唾液っていうのはばい菌含んでる水ですよね。言ってみれば、例えばマグカップにコーヒーを入れっぱなし、ね、お茶を入れっぱなしっていうのをしてた時に、時間が経ったら綺麗なリングがつくのなんか見たことないですかね。どっちかって言ったら同じ水分っていうのはそっち側ですよね。洗剤の入れた水につけてるわけじゃない。そうすると食べ物の汚れっていうのは時間が経つと落ちづらいっていうのは意識しておく。逆に言えば早い段階であればね、汚れはまだ落としやすい。さっきのお皿の話もそうだし、だって皆さんお気に入りの洋服なんかにもし食べ物のね汚れを落としちゃったりしてね、そしたら慌てて洗面所とか行ってパパッと水抜きとかしますよね。なんでって、時間が経つと食べ物の汚れ落ちづらいじゃんってみんな普通に言うと思うんです。なぜかね、みんな口の中だけは他の物理法則とここだけ違うかのごとく、いつ磨いても一緒みたいな感じのねいう感じが多くなると思うんですが、やっぱり効果的なタイミングで、やっていくっていうのは、いいと思いますので、ぜひ、歯磨きなんかも慣れれば苦痛じゃないんでね、食べたら歯磨くっていうのが慣れればそんなにね苦痛じゃないはずです。僕はそんなこうやっぱりそうやってますけど苦痛じゃありませんから、ぜひねそういったものを同じようにねチャレンジしてみてもいいんじゃないかなっていう風なおすすめをちょっとしてみたいと思います。というわけで、こんなね歯磨きをしっかりするなんても文化の一環じゃないかなっていうところを無理やり話すということで、文化の日にちなんで歯磨き頑張ろうなんていう無理やりなまとめ方でございました。ということで、今日はこの辺で失礼します。